ラーメン、京都ラーメン、新副菜館の中華そば、京都ラーメンとは、日本の京都府京都市を中心に提供、消費されるラーメンの総称である。京都ではラーメンが人気があり、京都府、滋賀県を対象とした、タウン情報誌、リーフによれば、2013年現在、年間約50店舗の開店が見られているという、京都ラーメンは、こってりと濃厚なスープが特徴である。 新横浜ラーメン博物館によれば、京都ラーメンは1938年に京都駅付近で中国石膏省出身の女飛おも面影が始めた屋台が発祥であるという。この人物が京都駅東方の下行区塩講じ高倉に新副菜館を出店し、現在に至っている。一その後、スープの表面に豚の背脂を散らしたラーメンが1949年創業の マスタにから広まり、京都ラーメンのもう一つのスタイルとなる、背脂ラ,ラーメン、または、チャッチャ系ラーメンなどと呼ばれる、エッセースと入江厚彦の、やっぱり、京都人だけが知っているでは、京都のラーメンは、日本一こってりしているとされる。1971年に創業した、天下一品は、醤油ラーメンとは言い難い濃厚な、鶏ガラスープが特徴であるが、京都を代表する、 ラーメンチェーンの一つに成長し、日本全国に店舗展開している。麺については、乾水の少ない、ストレートのものが多く見られる。また、存在感が希薄で、しかも柔らかすぎだ、などと言われることがあるという。このことについて、入江は、裏京都検定で、ご飯と一緒に食べることが前提だからではないかと、考察している。左京区一条寺。 東大寺通り界隈は、ラーメン激戦区、ラーメン街道、ラーメンストリートなどと言われ、多くの店舗が競合している。リーフでは、伏見区も激戦区であるとしている。軽料理をイメージした、和風だしで再麺、薄味の醤油ラーメン、和風ラーメンが発案されたものの、薄味のラーメンは、京都では少数派とされている。ラーメン研究家の大崎博氏はこれを、京風ラーメンとしている。 京風ラーメンの代表的な店舗であった京風ラーメン赤砂名も和風または京風を名乗っており1980年代に四条河原町の阪急百貨店や大阪北の梅田ナビオに出店し新宿などでも店舗展開して東京に京風ラーメンというジャンルを定着させた現在は名古屋市の発集フードサービスが運営し名古屋に店舗がある中継出版 京都ルール京都半なり。ライフを楽しむための49のルールでは、これらを京都っぽいイメージを模しただけとし、京都人はこれを京都ラーメンとは認めていないと解説している。本店1軒のみで、本店は京都駅東方の下行区塩を講じた創業は1938年に、店舗形態での営業開始は1945年と、古く京都一の老舗。 京都ラーメンの源流、ルーツなどと言われる。鶏ガラと豚骨を出しとし、濃いめの醤油で調味したラーメンで、色はかなり黒い。見た目はこってりであるが実際に食すとあっさり味で、あるという京都ラーメンの一風潮を作ったと評する文献もある。第一、朝日本店とは、隣同士という立地である。過去に、チェーン展開をしていたこともあるが、現在はしていない。ただし、 のれんわけは行っており、新福祭館を名乗る店は全国に十数店舗存在する。第一、朝日本店の特製ラーメン本店一軒のみで、本店は前日の通り、新福祭館本店の隣に立地。創業は1953年という老舗であり、当時は朝日食堂という洋食屋であったが、1956年からラーメン専門店となった。豚骨をしとして、 玉ねぎを加え、醤油で調味している。創業者一族が、のれん分けで店舗を出したり、また一部ののれん分け店舗が、チェーン展開をしたりしたため、第一朝日を名乗る店は全国に数十店舗、存在する。また、高橋ラーメンを名乗るチェーン店も派生店である。さすがと言わせる、京都選抜グルメ2014によれば、2013年時点で、京都屈指の人気店であるとのこと。 2018年12月には、新宿に店舗を出店し、東京進出を果たした、左京区銀閣寺地域に店舗を構え、背脂ラ,ラーメンの元祖と言われる。1947年に、屋台から、はじめ、1949年に、店舗で創業した老舗であり、スープは、鶏ガラベースの背脂醤油、チェーン店のほか、のれん分けも行っている。詳細は、 天下一品を参照チェーン店。1971年の創業時は、左京区銀閣寺近辺の屋台であった。麺に絡みつく濃厚なスープが特徴である。2018年4月14日、現在239店舗。詳細は、横綱を参照チェーン店。1972年の創業時は、南区吉祥院近辺の屋台であった。関西以外に、 東海地方や千葉県にも展開。2012年時点で30店舗以上となっている。ラーメンは、豚骨醤油味。詳細は、ラーメン先駆け緑屋を参照チェーン店。2005年に、北、白川店を開店。2017年8月11日現在、79店舗を日本全国に展開。京都北白川瀬油醤油ラーメンを標榜しており。 醤油味の鶏ガラスープに背脂を入れた醤油味で麺は中細ストレートのものを使用している。醤油ラーメン系では、来来亭に次いで店舗数が多い、京都駅ビルの10階に展開するラーメンのフードテーマパーク、京都のラーメン店に加えて、日本各地のラーメン店が出店しており、2019年、現在9店舗が営業中である。詳細は、 ライライを参照チェーン店。創業1997年。もともとは京都府京都市伏見区深草にあったラーメン店。2019年3月現在、茨城県から鹿児島県にかけての地域に出店している。店舗数は234以上。ありがとうございます。